マシニングセンターのホルダーを変えるだけで切削工具の状況を数値化できます。匠の肝骨に頼らない切削工具の運用が可能なんですね。このホルダーに関しては山本金属製作所までよろしく。それではものづくり太郎チャンネル始まります。どうぞ。どうもこんにちは、ものづくり太郎チャンネルのものづくり太郎でございます。本日はですね、今日は面白いと思います。後ろにありますよね。皆さんご存知でしょう。製造業で働いていれば誰もがご存知だと思います。ジェーテクトさんにお招きいただきまして、訪問をさせていただきました。こんな感じですね。こんな感じで最後、写真撮らさせていただいてですね。皆さんですね、製造業の方、写真撮るときはですね、絶対腕組んだ方がいいですね。腕組むと、やっぱりみんな顔が輝いて見えるっていうかね、こういう風に手を下ろさずにですね、上に組むとみんなかっこよく決まるんで、ぜひね、試してみてください。顔に出てますよね、職人の顔が。あ、みんな非常にいい顔してましたね。ついに来ましたね。トヨタグループ企業の一角でございます。過去に僕、デンソーウェーブさんに行ってるんですよ。デンソーウェーブさん、やっぱりデンソーの中のグループ企業なので、非常に生産技術能力って高いんですね。今回っていうのは、そのグループ企業の中でも一角でございます。あと、ジェーテクトっていうのは、工作機械4強の一角でもあるんですね。非常に注目度が高い企業と言っていいと思います。ということで、まずは、ね、製造業で働いてるなら、ジェーテクトのことは、もう知らなかったら死刑でございますが、一応、ジェーテクトのことをですね、どういった企業か、まずはおさらいしていきたいと思います。ジェーテクトといえば、2社合弁の3事業にまたがる企業でございます。1事業ごとにですね、解説をさせていただくと。まず、ジェーテクトでございますが、これはステアリングシステムがグローバルシェアナンバーワンでございます。こういうパワーステですね。このパワーステアリングがあるから、女性でもこのハンドルをですね、簡単に回せると。力なくて、ね、片手でもハンドリングできるわけじゃないですか。昔はこのパワーステがない時代っていうのは、ハンドルめっちゃ硬かったんですよね。それを世界で初めて開発しましたし、実はこれグローバルシェアナンバーワンでございます。その他にも、トルク感応式 LSD ですね。トルセンと呼ばれるもの。カーブとかを非常に曲がりやすくするとかですね。電子制御 4WD のカップリングでもグローバルシェアナンバーワンということで、車の部品ですよね。走ることの肝の部品でですね、グローバルシェアナンバーワンを取ってると。紅葉ですね。紅葉さんとですね、ガチャンコしてですね、今のジェーテクトがあるわけですけど、もともと紅葉何やってたかというと、ベアリングなんですね。この時空系に強いと。やっぱりこちらも時空系というかですね、金属が合わさってその動力を伝えるということに強いわけでございまして、そのシナジーがあるという感じですよね。多種多様な時空系ベアリングを生産しておりますし、こういうハブユニットですよね。自動車のタイヤのところですね、ホイールのところに使われているハブユニットなんかも作ってると。自動車にも数多くこういったベアリングも使われておりますと。そして最後、何をやってるかというと、そうなんです、トヨタブランドですよね。検索機といえばこの企業、いつかはトヨタと。やっぱり有名なのは検索版ですが、独自の CNC 搭載しているマシニングセンターも実は独自で開発して売り出していると。ここもね、しっかり触れていきたいと思ってますと。こういった工作機械を作る刈谷工場に今回お邪魔させていただきました。ということで、今回は2部構成になってます。今回、ジェーテクトさんに訪問させていただいた経緯としては、背景としては、ツイッターで募集して実現した企画なんですね。こんな感じで、金属加工の現場体験をさせてください。工作機械の基本のフローを解説した動画がメディア媒体に全然多くないですね。だったら一緒に作ってくださいと打診しましてですね、すぐですね、ジェーテクトさんの営業担当から電話があって、ちょっと知らないよ、説得しますから一緒にやりましょうと。ジェーテクトの男気に乾杯をするということで、第一部としては検索版や検索の工程を解説させていただくのと、こっちの方が気になる方もいらっしゃると思います。ジェーテクトの取り組み、どないなことやってんねんと。トヨタグループでしょ、すごい現場磨かれてるんでしょって思うでしょ、うん、そこの取り組みを解説させていただきたい。この二部構成の順番で解説動画を進めたいと思いますので、下にですね、タイムスケジュールがありますので、そこで飛んでいただければ幸いでございます。ということで、まずは、検索版とは何ですかということですね。この検索版を一言で言うとですね、一言で表すと、精度を突き詰める工作機械と言っていいと思います。まあ、どんな種類があるかっていうと、後ほど詳しくやりますが、平面検索版ですよね。こういう風に往復するわけですね。こう行ったり来たりすると。もう一つが、この円筒検索版ということで、この砥石を丸物ですよね、に当てて削ってですね、精度出しをしていくということで、砥石を
枠っていうのは、専属にいらっしゃらないと分かんないと思うんですけども、加工対象物のことを枠って言うんですね。だから現場で枠って言ったらですね、加工対象物のことを指す。最終的にアウトプットするものでございますよね。枠に加工対象物を当て、表面を削る加工方法となっていると。検索板はですね、刃物ではなくて、砥石を利用して金属を加工するんですね。検索板以外はですね、ほとんどが切削工具というですね、工具を当てて加工をしていくと。刃物より加工速度としては遅いんですけど、より高精度の加工が可能になってるんですね。その加工精度といえばですね、1ミクロン台です。1ミクロン台。1000分の1ミリの精度で加工が可能でございますし、精密検索というものがあるんですね。これなんとですね、0.1 ミクロン台ということで、サブミクロンオーダーが可能でございます。1ミクロンってどのくらいかっていうと、1ミリの1000分の1の精度が出ますし、0.1 ミクロンというものは、1ミリの1万分の1ですよね。すごい精度が、実はこの検索板っていうのは出せると。軟削材もですね、糸も簡単に加工できると。超合金や半導体ウェハー、セラミックス等も難なく加工ができるのが、この検索板でございます。バリ取り用途でも利用されますし、昨今はですね、自動化も進んでるんですね。例えば、この砥石をですね、自動で交換するシステムですとか、マシニングセンターとの複合加工機なども取り入れられておりまして、どんどん進化してると。簡単に言えば、みんなでヤスリ掛けしたことありません？紙ヤスリでもいいですわ。ヤスリ掛けの DNA をですね、工作機械に詰め込んだものというふうに考えていただければ、よりわかりやすいかなと思います。そもそも、検索をする理由ですよね。検索ってなんでそんな精度を突き詰めんねんと。なぜ精度が良いアウトプットが必要なんですか？それはですね、簡単です。細かい精度じゃないと、細かな部品をですね、製造することができない。細かな部品を製造するには精度が高い装置が必要になってくると。セラミックコンデンサーなんか非常にわかりやすいんですけども、米粒より MLCC っていうのはですね、小さい。これシャーペンのペンですよね。そのシャーペンのペンよりも小さい部品を作ってるので、その部品を作る装置というものは非常に精度が良くないと、こんな小さい部品作れないわけなんですね。最初のもので0201ですよね。1ミリの10分の1ぐらいの大きさなんですね。すごいよね。髪の毛ぐらいですよね。もう非常に細かいと。こういった精度の高い部品を作ってる装置というものは FA 部品の集合体でございます。ベアリングのはめ込み等もですね、こういった精度が必要になってくるということで、こういった FA 部品の集合体がこういった装置になってきている。この装置でセラミックコンデンサーを作ったり検査したりする。もちろんこのセラミックコンデンサーだけではなくて、こういった部品を基板に装着していく必要があるんですね。こういうのを基板実装とか SMT って言いますけど、このマウンターの精度が良くないと、そんな細かい部品をですね、精度よく基板の上に配置できないんですね。なのでこの装置の精度も必要になってきますと。この手のひらサイズの皆さん iPhone ですとかスマホを持てるっていうのは、こういった検索の精度が非常に高いと。装置の部品が非常に精度細かく作れるから、皆さんスマホをご利用いただけるっていう話になってくるんですよ。昨今だと半導体装置ですよね。これ ASML が作ってる露光装置1台100億円するんですけど、半導体装置なんかもものすごく精度を求められると。 M1 チップなんか聞いたことあるかもしれませんが、今4ナノとか3ナノって言われてますけど、これってどのくらいかっていうと、1ナノイコールですね 0.00001 ミリ、この細かい戦いがですね、実は製造業の現場では繰り広げられてると。なので、その細かいものを作るためには、装置の部品っていうのは非常に精度よく作らないといけないということでございます。要するに、細かな精度とは、便利な生活を支える基盤そのものなんですね。皆さん、検索の必要性ご理解いただけたと思います。じゃあ、その検索の種類と方法、どんな種類があったり、どんな加工方法があるのか、それを大まかに分けさせていただきました。検索のまず種類でございますが、円筒検索ですね。2番が平面検索でございます。この2つをね、覚えていただければまあまあ当てはまるので、この2つでいいと思います。そして検索の方法ですね。ワークと砥石の当て方、細かく突き詰めるといろいろあるんですけども、代表的な2つを挙げさせていただきたいと思います。1つがフランジ加工でございます。この矢印を見ていただければ非常にわかると思うんですけども、砥石の方をワークに近づけて削っていくと。フランジっていうものはですね、突っ込むっていう意味合いなんですね。なので砥石を突っ込む加工であると。もう一つがトラバース検索でございます。ワークや砥石にこの往復ですよね、砥石が動くということで、往復の送り運動を与えるという検索方法でございます。このトラバースという意味は横切るっていう意味なんですね。
それを押さえていただければ、あ、トラバース、なんか太郎が横切るとか言っとったと思い描いていただけると分かりやすいと思います。ということで、大まかにはこの種類と方法を押さえれば、検索は OK でございます。検索の種類ですが、実は削り方っていうのはですね、いろいろあると。まあ、大まかにはこの2つなんですけど、この2つの中にもいろいろあるということですね。ワークと砥石は様々な方法で動かして磨いていくと。横軸各テーブル系とかですね、丸のテーブルにですねワークを乗せて削っていくものとかですね、横軸各テーブル型ですよね、こういう風に砥石をですねこういう方向ではなくて寝かしてですね削っていくと、またこれと同じような感じですけど砥石を寝かして削っていくと、先ほどお伝えしたトラバースですよね、フランジ検索、通し送り検索ですよね、ワークを送っていくと、歯車だよね、歯車を作るような溝の精度を非常に上げるみたいなですね、そういう加工方法もあります、1枚でもできますよと、などなどですね、ここに記載できないほど検索の種類が多くございますので、ああいっぱいあるんだみたいな感じでですね、覚えていただければいいかなと思います。今回どんな工程を紹介するかというと、円筒検索の加工フローを紹介させていただきたいと思います。円筒検索はですね、丸物を削るという感じでございますので、こういった鋼材ですよね、これを削ってこの形にしていくと、実はこれ持ってるんですよ、ほら実際に削ってきたんですね、すごいでしょう。この加工方法を一緒にですね見ていきたいと思います。ジェイテクスさんにこういった図面もご用意いただきました。検索って言ってるから検索のことだけ説明すればいいでしょって思うじゃないですか。検索をする前にこういった丸物っていうのは、丸物だけじゃないんですけども、角物もですねマシニングセンターとかで削ったりするんですけど、まずは旋盤をかけます。この旋盤の後に検索盤を使うということで、検索盤だけを説明すると全体のフローが見えませんので、必然的に円筒検索の場合は旋盤の加工フローもかいつまんで説明する必要があるんですね。ということで今日ラッキーですよ、2つ理解できるということになっています。はい、円筒検索を語る上では旋盤の工程をはしょることはできない。まずは旋盤のフローを確認してまいりましょうと。最初に旋盤でワークを希望の形に加工してまいります。実は旋盤の精度が検索の精度に影響するんですね。旋盤と検索、独立した加工ではなくて、それが繋がってると。じゃあその旋盤加工とは何やねんと。今動画流れてるかもしれないんですけど、ワークがですね、丸物がぐるぐる回転してる。その回転してるところに刃物を当ててですね、両方とも金属なんですけど、刃物の方が金属としては硬いんですね。チップでですね、インサートで当てていくと、あら不思議と、魔法のように削れていくんですね。その削り方ってどういう風にやるかっていうと、こういうように、チャックがあります。天板の全体図がここにありまして、ここにありますよね、チャック。これのことです。これを拡大したものがここでございまして、これになる前の、このワークがですね、ありますよね。こんな感じであると。チャックに削るワークをエッサホッサと固定するんですね。チャックにワークを固定すればいいんでしょって思うかもしれないんですけど、この固定が全ての肝になるわけなんですね。ここにですね、匠の技がございました。ジェイテクさんに行ってですね、さすがだなと思ったのは、研修棟みたいなものがあってですね、そこでワークを永遠と削ってると。要するにこの匠の技をですね、どのくらい修行するかっていうのは忘れちゃったんですけども、そこにこもってですね、匠の技を磨いていく場があったんですね。で、その中でやっぱり指折りのですね、技能五輪とかに出る人だと思うんですけども、匠の技を見せていただきました。どこが匠の技かっていうと、これ、実はこのチャック4つネジがあるんですね。こういう風にネジがあると。このチャッキングはネジの締める度合いによってワークの中心が決まるわけですよ。これどういう風にやってるかっていうと、これ1回転ですね、締めると1ミリ程度締まっていくわけですよ。4つついてるわけですから、締めるですね、度合いによってですね、このワークが中心からずれるんですよね。上に行ったり横に行ったりする。本当にこのど真ん中にチャッキングしないといけない。なぜかっていうと、例えば1決めが超ど真ん中に決まってますということであればですね、こういう風にこの工具をここに当てて削りたいところだけ削れるんですね。しかし軸がこんな感じでずれてると、チャッキングの位置決めがダメな場合ですね、こういう風に軸が真ん中ブレて回転した時にこんな感じでさ、ブレるわけですよ。グワン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 になるわけです。そうすると工具がうまく当たりませんので、しっかりした丸物にならないわけですよね、簡単に言うと。ということで真ん中に合わせる必要があります。匠の技ですね、ダイヤルゲージをここに、これも動画があると思うんですけども、セットしてですね、このダイヤルゲージの振れ幅がなければ真ん中に来てるっていうわけなんですよね。これはですね、ほぼ一発で出すと。いやー、さあどうでしょうか。もう完璧じゃん。コンマ1ぐらいですね。あーすごい、もう出てる。はい、早いなぁ、すごい。もう
非常に短い時間でですね、これ腕の見せ所です。プレッシャーがある中でいとも簡単にですね、このワークの位置決めをされてました。すげーなって思いますよね。もう拍手。何が大切かっていうと、削るっていうことももちろん大切なんですけど、削る前の工程にこの匠の技が隠れていると。で、その匠の技を修練する場所が J テクトさんは用意されてたと。素晴らしかったですね。旋盤ですね。ここに位置をピタッと決めてですね、削っていくと。その加工に関しても実は一気にですね、こういった形にするわけじゃないんですよ。するわけじゃないと。加工は一気に削るわけではございません。精度を突き詰めるにも実は段階が必要なんですね。今の動きうざいと。うざいと思ったら1位にしてください。段階が必要です。過去紹介したワイヤー放電加工のフローも説明したんですけども、実はワイヤー加工放電機っていうのも、最初は粗く削って、どんどん精度を突き詰めるような加工方法になっていた。どういう風な段階を踏んでいくのか、それを解説していきたいと思います。まず最初に粗加工でございます。こういう風にありますよね、ワークがあります。これを粗加工してこういう風にガッツリ削ると。はい、ガッツリ削るが、すべてを削ることは、しないと。なぜかっていうと、このワークですよね。鋼材を作るときに残留応力というものがございます。全部分子がですね、均一ではないので、どこかにエネルギーのねじれがあるんですね。ワークを削ってやることによって、その応力解放されますので、歪みとか反りの原因になると。一発でその精度を決めに行くと、結局、ワークの中に力が残ってますので、ぐにゃって曲がるんですよね。なので一気に精度を決めに行ってはいけませんと。どういった工程があるかっていうと、中仕上げ工程というものがございます。今見えた？ちょっと減ったでしょ？ほら、こんな感じで。ちょっと削るんだよね、また。ちょっと削る。粗加工で、取り代が、まあ、1ミリぐらい残すんですよね。ここに1ミリぐらい、もうちょっと分厚くなってると。中仕上げ工程では、取り代が、残りあと 0.1 ミリからですね、0.02 ミリぐらいにしていくと。まあ、その最終的なワークの決めに行く制度によって、このまた取り代も変わってくるんですけど、取り代っていうか、残り代っていうのが、変わってくるんですけども、もうちょっと削ってやると。より精度の高い最終仕上げ加工がこれで可能になっていくわけなんです。ということで、仕上げ加工ですね。もうこの図では表せませんということで、めちゃめちゃ細かく削る。CAD 上の図面がありますよね。図面にこういった精度で削りたいと。寸法を指定させるんですけど、その寸法を確定させる加工がこの仕上げ加工になってまして、鍵盤やマシニングセンターではなくて、検索版の登場ということで、なんでじゃあその鍵盤とかですね、マシニングセンターで仕上げ加工しないかっていうと、こういうですね、粗加工をする機械でですね、仕上げ加工もしちゃうと、主軸やボールガイド等に大きな負担が発生するんですね。マシニングセンターとか旋盤の寿命を短くしてしまいますので、負荷が高いっていうことでございますので、募集メントもかかるし、そういった費用もかかるし、機械がそもそも悪くなってしまうということで、その工程を分けてるんですね。検索工程でも、粗加工、仕上げ加工の手順で精度をはめ込んでいきますと。旋盤ですね。粗加工が終われば、検索の工程へ行きますと。こんな感じで削っていきました。これもですね、非常にですね、ジェテクトさんが、社内の中でも腕の立つ方をですね、手配いただきましてですね、一発で精度を決めてくると。すごかったね。俺がやったら多分、一週間ぐらいかかると思うんだけど、失敗作量産すると。という感じですけど、一発でやられてた。どういう加工になってるかっていうと、中仕上げ加工したワークがありますと。で、そこに対して砥石をこういう風に当てていくんですね。両端をこういう風にセンターというもので、まず押さえないといけないですね。ガシッと。中心を決めると。このセンターを決めるには、センターを押さえる溝が必要なんですね。これ見ていただくと、後ろにもあるし、前にも、実は、あるんですね。この位置決めする穴があると。ということで、ど真ん中にこの穴がないとですね、この穴がど真ん中にないと、こういう風にずれるわけですよ。こう回してる時に。ずれると。ずれてないとこういう風に、しっかり軸が決まった状態で回ると。このセンターの加工が必要です。これも実は旋盤の時にですね、位置出しをしておくとですね、このセンター加工を本当に真ん中に決めることができるわけでございますので、この旋盤のあの位置出しがここでも生きてるんですね。ここの位置出しが決まってないと、この検索もですね、うまくできないと。ワークが小さいとまた別かもしれないんですけども、センターだけだと、このワークがずれちゃうんですね。なので何をするかっていうと、こういったセンターだけでは滑るので、ジグで固定してあげるんですね。このジグをはめ込むことによって、回すですね、トルクをこのワークに伝えて、一緒に回してあげる。もう一つ皆さん疑問あると思うんですけども、検索をするときっていうのは、いつも油がかかってるんですね。クーラントがかかってる。なんで切削油が必要なんですか？検索という工程はですね、このようにですね、天断面がですね、こんな感じでめちゃめちゃ大きくなる。天断面が大きいっていうことは何かっていうと、多くのエネルギーを削り取るために発生させてると。多
くのエネルギーが発生するっていうことは多くの熱エネルギーが出てくるんですね。しかも砥石でございますので摩擦エネルギーがまた発生すると、この摩擦エネルギーもプラスされるということで非常にですね検索をすると発熱するんです。なので発熱するとワークの精度が変化しますので冷やしてやる必要があるということでクーラントが必須なんですね。さらにこういったさ面に関してもさ仕上げを行っていくということで、これわかるかな、ちょっと拡大すると思うんだけど加工跡が交わるようにですね加工する、あやめ出しっていうそうなんですけど、このあやめ出しが出てると検索がうまいということでございまして、このあやめ出しもですね一発で決めてくると、さすが匠みたいな感じですね。この場で演出していただく、これが匠の技みたいなね、すごい技みたいな、匠の技もちろんこのあやめ出しするっていうことはですね、旋盤の一出しも必要ですし、ここに砥石を入れてあげるっていうことであれば、この逃がしが必要なんですね。ここの溝だね、この溝、うん、この溝がないとですね、砥石をしっかり当ててあげれないということでございます。この溝をですね作るっていうのは旋盤の工程で行ってるわけなんですね。ということは前の工程をしっかり決めておかないとこの検索もうまくいかないと、前の工程と後ろの工程のあうんの呼吸、それが現場にあったと、上流工程との連携で精度の高いものづくりが実は可能なんですね。これが検索でございます。後ろの工程と実は連なってると。検索は対象ワークに精度を吹き込む工程でございます。今お伝えしたように、旋盤と検索ということで、上流加工工程との連携で生きる加工でございます。ということで、検索ですね。検索版ご理解いただいたと思います。ああ、なるほどと。検索分かったと。じゃあ続いて皆さんお待ちかねの第2部でございます。JTECとの加工現場の強さや企業の提案ですね。どういった工作機械の提案があったか。それを紐解いていこうと。それを中立な立場で紐解いていこうじゃありませんかと。JTECとさんにもですね、僕はもう中立に判断するからいいですねっていうことを言ってますから、いいですよという発言をいただきました。JTECとの検索の強さはどこから来てるんでしょう。検索の分野、例えばエンジン関連でもですね、ナンバーワンのシェアを誇ってる。なんでですか？検索の目的は精度を作り込むことでございます。検索の精度を突き詰める強さの土台があるはずなんですね。 JTECの強さどこにあるかっていうと、実はこういったですね検索版の図があるんですけども、検索の軸ですよね、フローティングプレートって呼ばれてるものあるじゃないですか。実はここに秘密があってですね、これどういう風になってるかっていうと、軸があります。先ほど説明した砥石ありますよね。この軸が油の中に浮いてるんですね。浮かすことによって砥石の軸をフローティングすることで応力を均等にすると。砥石の軸がですね常に真ん中にあるように、このフローティングの技術でそれを実現してると。このフローティングがですね JTECの精度の源泉になってきてると。特許があるそうなので他は真似できねえというふうに言ってました。プラスこの毛下げですよ。毛下げっていうのはですね、金属に対して人の力でですね加工を加えていくんですけども、僕も体験させていただきました。この毛下げを極めるとどうなるかっていうと、金属と金属、これ動画あるんで見ていただきたいんですけども、何もしてないのに金属と金属がくっつくんですよ。何これみたいな、ぶら下げてもですね取れないと。そんなですね検索の王者も実はケースっていうメガトレンドが来てるんですね。ケースっていうのはコネクティブですね。 A っていうのはオートノマス、 S がシェアード、 E がエレクトリック、電気自動車ということでございます。電気自動車になるとどうなるかっていうと、各メーカーさん、このエンジン部品関連の工作機器投資が将来ほぼゼロになるということが見えてるんですね。ということは JTECとはですね非常に切迫感があったんですね。エンジンがなくなればそこ俺たちナンバーワンだから飯の種がなくなっちまう。すべてなくなるわけではないんですけど、やっぱりそこのシェアナンバーワンということでございますので大きな売り上げがあるだろうと。でやっぱり切迫感醸成されてましたね。もう展示会でも他のブースとはですね息の仕方が違う。もう息荒かったっすね。超荒かった。あーもう超荒かったです。EV 化の波がありますので、その施策を打ってきたんですね。その前にまずは現場の取り組みを紹介させていただきたいと思いますね。現場もしっかり取り組み紐解いてきたので、そこもお話しさせていただきたいと思います。
さすがトヨタグループの一角ですね。生産技術力はもう一級品と言っていいと思います。デジタル化の取り組みもしておりましたので、皆さんも参考にいただけたらと思います。一番驚いたのね、何かっていうと、ジェイテクト何してたかっていうと、この工作機械はですね、やっぱり元々の CAD データから実物を起こしていくんですね。で、元々の CAD データを現場ですよね。これイメージですけど、現場に見れるようになってると。その CAD データを見ながら、その CAD データってこういう風に組み立てますみたいな指示出しもしてくれるんですよ。その CAD をですね、モデリングして動かすことが可能で、それを見て現場で組み付けができると。やべえと。これはすげえなって感じですよね。指示がですね、紙ベースとかじゃなくて、CAD ベースなんですよ。工作機械はオプションの塊なんですね。その組み立て工程を3次元上の CAD で、指示をして、そして手戻りを最小にするわけです。二次元ですとか、紙ベースで組み立て指示があったりですね、オプションの塊だから一品一用でどういう風に組み付けるかわからんみたいなことが起こるわけですよね、現場で。そういったことがあると、設計者に対して、この組み付けどうなってんねんみたいなことを電話で聞かないといけないんですよ。そういった手戻りを極小化してると。しかし、それでも組み立てしてる時にですね、うまくはまらんとかですね、これはめ込むの大変とかですね、こういったクリアランス設定で組み立てるのめちゃめちゃ難しいみたいな、ボトルネックが絶対出てくるんですね。そんな場合どうしてたか、これすごいですよね。現場の改善希望箇所を直接設計者にフィードバックするシステムがあったんですよ。問題点を放置しないということで、ウェブでいつでもどこでもスマホでも見れるし、自分のデスクでも見れるようになってるんですね。こういう風になってるからこういう改善をしてほしい。例えばこれだと数人がかりでこの足をですねはめ込まないといけない、こんなん大変で工数もかかると、で時間もかかると、違う設計に変えてくれみたいなことをですねフィードバックして解決しましたよっていうことがですね、しっかりタスク化できるんですね。で、それを管理する。データ化が難しい一品一用品の組み立て工程ですね。その段取りを最適化する。要するに設計者に戻せば、あ、こういった設計っていうのは現場で組み立てるとき非常に難しいと。じゃあ次はこういう風な設計にしようとか、こういう風な立て付けにしようっていうことの蓄積ができるわけですよね。フィードバックをしてましたと。しかも、このシステム、なんと外販できるようになってると。巨大なですね、組み立て製品を持つ企業は、こういったものを導入していくと、現場の悩みが設計者にフィードバックされるじゃないですか。その早回しができるわけですから、製品としても煮詰められる速度がめちゃめちゃ速くなるわけですよね。もう自社構築するのこんなめんどくさいんで、ジェイテクトさんから買ってくださいという感じですね。しかも価格もそんな高くなかったと思います。おー、そんなんでいけんねん。みたいな感じですね。なんか、ライセンスがめっちゃ安かった気がしますね。製造業の始まりですよね、CAD っていうのは。そこからソリューションを提案してきてたっていうのはもう姿だなと思いましたよね。ということでございまして、これは僕もですね、非常に感銘を受けたというか、すげえなと思いました。続いて工作機械のサプライチェーンマネージメントの話でございます。工作機械っていうのはサプライチェーンマネージメントめちゃめちゃ難しいんですね。というのも先ほどお伝えしたようにオプションの塊じゃないです。ということはいろんなものを組み付けなければならないと。いろんなですね、協力会社をコントロールしたりとか、自社の工場でもいろんな部品がありますので、受け入れ研修も多岐にわたるし、どういうルートで搬送しようかみたいなこともですね、非常に難しい。搬送、組み立てのマネージメント範囲が非常に広いんですね。ジェイテクトさん何をしてたかっていうと、協力工場がありますよね。そこに対してこういうトラックで刈谷工場に持っていくと、単にですねこれをピストン運動してるわけじゃなくて、例えば協力工場が A、B、C、D あったとして、今日は A にいっぱい取りに行かないといけない、しかし明日は A の工場に対してはですねそんなに荷物積み込まなくていいっていうことであれば B の工場に直接行けるみたいなんですね。引き取りのマネージメントをですね、トラックのシェアリングをしてですね、往復回数を減らしたり、効率的に組み付け部品を回収していくと、搬送ルートをしっかり構築すると、これも自動化して構築してたのかな、そこまでちょっと忘れたんですけども、非常にですね効率的な運び方をしているというふうに言っておりました。搬送の最適化が行えるわけですから、環境負荷も減りますよね。トラックの台数も減らせるわけですし、トラックの最適な運送ルートを取れますので、ガソリンも少なくて済みますと、無駄村の排除ができますと、まさに SDGs のですね取り組みに合致するなっていう感じですよね。いろいろな組み付け部品が刈谷工場に到着しました。で、めちゃめちゃあります。経歴検査どういう風にやってたかっていうと、こういう風に部品の検証しますよね。で、一品一応です。これすげえなって思ったのが、その部品だけ見てもですね、ようわからんわけですよ。これ合ってるかどうかみたいな。写真撮れなかったんですけど、これ写真はやめてくださいっていうことで生産技術の方に言われましてですね、その部品をカメラの下に持ってくと、この部品は正しいですよみたいな感じで、それだけで受け入れ研修が終わると。こういったシステムを構築してた。これパートのおばちゃんからですね、こんなどういう風に研修していいかわかんないみたいな感じで言われたそうで、そういうような研修システムを独自に構築してたと。そんなことできるんやっていう感じで、これは驚きました。写真撮らせてくださいって言ったんです。ダメです。
っていうふうに言われちゃいました。こういうね、あくまでイメージを引っ張ってきましたけども、顔認証みたいな感じのものですね。部品スキャンみたいなですね。受け入れ検査した後何やってるかっていうと、一気にですね、最終組み立て工程に持ってくわけではなくて、中間組み立て工程というものを引いてました。サブアッシンにして効率的な組み立てをして、いかにですね、搬送ルートを削減しようか、みたいなことをやってました。最終的に組み立てということで、組み立て工程に持って行って CAD で、しっかり手戻りがないように組み立てをすると。ということで、やっぱり膨大なですね、部品のコントロール力が非常に必要になってくるなっていう感じでしたよね。CAD で指示がわかるっていうのはもう僕初めて見ましたね。これはすげえな。しかしですね、山崎マザックさんに僕言ってるんですね。で、マザックさん何をやってたかっていうと、部品一つ一つにですね、すべて RFID タグをつけてですね、これをモーションボードでコントロールしてたと。見える化すべてしてるっていうことでですね、やっぱりこのサプライチェーンの部品の搬送に関しては、マザックさんの方が一歩先に行ってたかなという感じですよね。外部プラットフォームをしっかり取り入れて、それをコントロールしていったと。ジェイテクトさん何をやってたかっていうと、加工がぶどまりがどうなってるとか、組み付け何日にやりましょうっていうことをですね、そういったシステムを自社で組んでるって言ってたんですね。なのでこういう社内構築する能力っていうのは天下一級品なんですね。しかしマザックなんか見てみると、外部のプラットフォームを活用してその工数を低減するっていうような施策もやってたので、生産技術能力がありすぎるがゆえにですね、何でも社内構築してしまうという、強みの裏はまあ弱みって言いますけど、外部のプラットフォーム活用してもいいんじゃないかなっていうところは一部感じましたという感じですよね。ということでまとめると、 CAD からの取り組みっていうのはですね、これはもう僕はですね、いろんな工場を見てますけど舌を巻きましたと。やはりトヨタグループですと。いろんな工場を見ますけど、やっぱりトヨタグループさんの工場をですね、見るだけで超ワクワクします。ということで、待ってるからな。トヨタ車体さん、防食さん、食器さん、低温工場さんみたいな、ね、電装の高規模アグイさんみたいな感じで、待ってますから。お声掛けください。東海リカさん、待ってますから。あと呼んでないところあるから。東日本さんかな、九州さんとかもありますよね。シールさんもありますね。生産技術力がありすぎる側面から、外にですね、情報を求めない側面も若干あるのかなっていう感じですよね。褒め殺しても仕方ないかなっていう感じで、問題提起もさせていただくと。次は工作機械ですね。じゃあそんなね、生産技術バリバリある J テクトが工作機械に関してどういったコンセプトで練り上げてきてるのか、それも気になると思うんですね。ということで、次は工作機械はどういう風に攻めてきていたかということを紐解いていきたいと思います。ここからは工作機械のソリューションですね。気になるでしょう。工作機械のメーカーの方みんな見てると思いますから、気になると思うんですよ。まずですね、一つ驚いたのがこのスカイビング加工ですね。スカイビング加工、今動画流れてると思いますが、非常にですね、狭いところもこの歯車の加工を行えると。どんなメリットがあるかっていうと、やっぱり EV 化の波が来てますけども、この EV 化で必須な工法だと思うんですね。高精度加工が可能なんですね。そして高能率でございますと。サイクルタイムが早いと。プラス、狭い箇所の加工が可能なんですね。こういう風に狭い箇所潜り込んでますけど、外歯ですよね。外の歯と内歯ですよね。両方ともできますということで、歯車を狭いスペースにギュッとさせることができると。モジュールのサイズをコンパクトにすることができるんですね。ということは、軽量化が行えるわけでございます。そして、複合加工機でも利用が可能でございます。主軸につけれたりしますので、他の加工と一緒にできるわけですよね。要するに、スループットが上がると。段取り替えしなくていいということでございます。熱処理後の加工もこれ可能で、いろいろメリットがあります。弱点としては、工具費用とかですね、まあ寿命が若干短い。ただ三菱重工さんなんかはですね、ネットで叩くと、このスカイビング加工のこの工具も高寿命化しまして、6倍の寿命にしましたみたいなことも言ってますので、このボトルネックがですね、どんどん消えつつあるという風な印象を受けてます。このスカイビング加工は先ほど申し上げたように EV ですよね。車載電池が乗ってます。電池めっちゃ重いんですよ。他で軽量化できるとですね、この電池もいっぱい乗せれますし、航続距離も伸ばせるということで、EV としてはですね、軽量化がもうまさに正義なんですね。軽量化イコール、ニアリーイコール走行距離が倍増すると。これなぜかっていうと、電気っていうのは回生というシステムですよね。アクセルを踏んでない時っていうのは、またこれ、回生というシステムを使ってですね、電気を吸い取ってるわけなんですね。充電してると、走りながらですね。軽ければ軽いほど、その航続距離も伸ばせるし、電池もたくさん乗せれるし、回生でもいっぱい何回もですね、回収できるっていうことで、何度も美味しいんですね。効果は何度も発揮されるということで、だから、この EV 時代っていうのは、軽量化っていうのはめちゃくちゃ重要ですよと。このスカイビング加工っていうのは駆動系ですよね。歯車を非常にコンパクト化できる。それにマッチングするのがこの加工でございますと。で、その加工ね、
他の工作機械メーカーもこのスカイビング加工うちもできますよっていう提案をしてきてると思います。JTEC とはなんか特別のことやってるんですか？この加工方法に DX の力を組み合わせて市場を勝ちに来てるんですね。こっからでございますよ。こっからが本番でございますと。試作はデジタルツインで完了させると。何言ってんの？これはですね、CAD があれば解を出せるようになってます。他社はどういうふうにやってるかっていうと、こんな感じでまず工法を検討するんですね。まあその歯車に対してどういうふうに削っていこうみたいな、どういうふうな工具にしようかっていうこともこの後考えるわけですね。工法が決まればそのジグですよね、切削工具の形状を決めていくっていうことですよね。そこに対して形状が決まった後にこの工具を作ってくださいっていうことを依頼するわけですよね。工作機械メーカーもですね、知らないでこのスカイビング加工できる工具を内製できるとは限りませんので、それを外注に出したりするともっともっと納期が伸びてくると。工具が出来上がってきて自社のですね工作機械につけて評価するということで、14日程度必要であると。合計64日程度でございますので、まあこれ稼働日で考えると3ヶ月ぐらい必要なのかなっていう感じですよね。じゃあ JTEC とどんなフローでしょうかと。この工法設計とかジグ設計が全てこのデジタルツイン上、コンピュータグラフィックス上で、これわかんない。コンピュータグラフィックス上で完了する。ね、今動画流れてると思うんですけども、こういう形状にしたいっていうことを決まればですね、もうそこで、あ、こういう削り方がいいですねとか、こういう工具がいいですねっていうことを、すべてほぼ半自動で決めてくれる。工具も実は JTEC と自社で作ってくれるそうなんですね。トヨタブランドで自社工場だから、これも2週間ぐらいで作ってくれるそうです。以上で終わりです。ということで、こんなですね、難しい工法検討をしなくても、デジタルツインをですね、要するに削ってるような状況をコンピューターグラフィックス上で計算することができますので、どういった工具が必要かっていうことをすぐに表出ししてくれると。デジタル上で加工を再現し、最適な工具ですとか、ジグ、ワークをですね、固定するようなジグも計算してくれるということで、こういったジグを半自動で表出しでき、そして垂直投稿ですね、すべて自社、JTEC さんの中で一括で完了します。生産しますので、圧倒的なリードタイムの短縮が可能になっていると。競合より4倍以上の速さで工具の解にたどり着けると。4回ぐらいですね、試せるわけですね、工具を。これだともう生産性がもっと上がるみたいな感じですよね。量産の時にめちゃめちゃ効果を発揮できると。これは驚いたね。これすごかったねっていう感じですね。他にもあります。すべてに対してですね、EV 化の意識がこもっていたと。彼らを突き動かすのはやっぱり圧倒的な切迫感ですね。メカトロテックに行ってもですね、その熱量っていうのは半端なかったですね。例えばこのマシニングセンターでございますよね。何を意識していたかっていうと、こういったモーターのハウジングですよね。こんな感じで、Z が530、Phi が900、これオプションかな ?700 もいけるし、この X だよね。X700、そして Y が735っていうことで、モーターがもうバーンと入る。そこに対して加工を行いますし、この縦軸の加工だよね。それずっとさ、モーターなんか削ってると熱膨張するじゃん。その熱のマネージメントもしてきましたよと。Z 軸方向の長時間の加工にも耐えれる温度マネージメントもしてきました。もうね、担当者と話したんですけど、EV のモーターの専用機並みに、モーターのことをね、愛してこの工作機械、マシニングセンターを設計していましたと。さらに、並べることを想定してるんだよね。そうすると ATC だよね。自動工具交換装置が多くなるわけです。保有できる工具数が多くなるので、こういう風に並べちゃえば、もうモーターをすぐにワンストップで加工できますよということを想定してきてました。SMT のラインみたいだよね。基板流せばさ、もうそれで実装完了して、望み通りの基板ができてるわけじゃん。まあ後ほど基板だから、余分な溝をカットしたりとかしないといけなかったり、AOI でハンダの検査しないといけなかったりするんだけど、SMT のラインみたいに、ラインで一括加工が可能ですよと。段取りですね、ほぼ自動化して、モーター作れますよっていうソリューションですね、訴えてきておりました。そして、円筒検索に関しても、軸のこのモーターをですね、一個上のものを採用してきました、ね。加工性とか連続性を考慮して、PV 関連のギアなんかはおそらく想定してると思うんですよね。量産加工を自動化して何個も作れますよ。高負荷にも耐えれますよっていうようなソリューションを見せてきていたと。これをですね、メカトロテックで全面的に押し出してましたよね。鼻息をですね、荒くしてましたね。会社を束ねて、
社内をですね、危機感を醸成して活性化して、俺たち EV のメガトレンドに対して戦っていこうっていう、その姿勢をですね、もう全面に感じ取れたっていうのは、もう素直に感動しましたね。会社組織ってのはこうあるべきだというふうに思いますと。それだけで終われねえと。もう、あの手この手を考えてましたね。顧客接点を増やす泥臭い取り組みもされてました。超アグレッシブですね。こんな感じで、何でも加工のことを相談してくださいということで、相談室も設定しました。相談室にいるのもですね、課長さんとかなりレイヤーが高い人をですね、しっかりアサインして、何でもいいですよ。丸物だけだと思ったんですけども、マシニングセンターも作ってるっていうことで、もう何でも加工のことを聞いてくださいと、顧客接点を持ってですね、その営業をかけるっていうことに対して、超アグレッシブに攻めてきていたと。加工の悩みを幅広く解決する。もう何十例もですね、解決してきたって言ってましたよね。例えば長尺物をですね、加工したいっていうことであれば、ビビリが出てしまう。そのビビリを抑えるようなノウハウもしっかり持ってて、それを提案してビビリを抑えるために時効が必要だったので、それも1日で手配しましたみたいなことも言ってたんですよね。必死でしたよね。これですよ。この浅野さんからですね、今回お声掛けをいただいてたんですけども、この浅野さんがですね、自らこの広告となるっていう、この本人が乗るっていうところにですね、またこの熱さも垣間見えたかなっていう感じですよね。もう話しててですね、熱のこもってる人でございますから、僕としても楽しいですよね。ものづくりに対して非常に前向きでございますよね。こんな感じでですね、もう社内一丸となってですね、束ねてメガトレンドに対して戦ってきてると、そういう風に思いましたね。ということで、ジェイテクさんの取り組みですよね、それを紹介させていただきました。メガトレンドに立ち向かう工作機械メーカー、ジェイテクとの解剖でございました。僕もね、語ってる上で非常に楽しかったですね。こういう必死さが今の日本のものづくりには必要だと思ってると。やっぱりそのものづくりの現場っていうのは年配の人が非常に多くなってるわけですけど、そういった年配の人もですね、こういうふうにチラシを配ってですね、やってるっていうことをアピールしてるっていうことは非常に素晴らしかったですよね。ということで、検索とですね、ほんとジェイテクさんの PR みたいな感じになっちゃったけど、お伝えさせていただきました。ということで、まだまだですね、工場見学依頼とお待ちしてます。聞き合い超多いんだけど、やっぱり工場僕も行きたいし、実はですね、旋盤メーカーからまだお声がかかっておりませんと。これチャンスですってと。旋盤も今回かいつまんでお話ししましたけど、その細かなところは僕話してないんですよね。こういう手順でってフローもね、改めて作っていきたいと思いますので、ぜひね、お声掛けいただきたいと思ってますと。今回は工作機械ですね。検索のフローということで紹介をさせていただきました。いつもこのようにですね、ものづくりに対してフォーカスして情報を発信しております。ものづくり現場で働いている方ですね、そしてものづくりが好きな方、そしてものづくり太郎に興味を持っていただいた方は、ぜひチャンネル登録いただいて応援してあげてください。僕ね、もう半導体もやってます、工作機械もやってます、 FA もやってます、工場の自動化 IoT やってます、ああもういろいろやってんな、カタログのソリューションとかも出してるし、もうものづくりに関連する全て発信してます。ぜひよろしくお願いします。最後にね、今日刺激になった方、ね、俺たちもやんなきゃいけないっていう、そういう気持ちになっていただいたと思うんですよ。そういった刺激を一つでもね、受けた方は、ぜひいいねボタンをね、いつも通り押してやってください。僕の励みなんです。家の中でやってるからさ、それだけが勝ち力だから。いいねを押して応援してあげてください。ベルマークも忘れずにクリックいただいて、僕が動画出せば通知飛んでるから、よろしくお願いしますと。今回はですね、以上とさせていただきたいと思います。ということで、また次回の動画で会いましょう。今日はどうもありがとうございました。じゃあね。バイバイ。